境内にある、源義朝の墓。石塔の周りには無数の木刀が備えられている。客伝大門主郎、道行き戸の沼大坊は、愛知県北郡三浜町にある新言衆と与山派の寺院。本尊は阿弥陀如来。三号は鶴林山。正式には鶴林山無料寺院を大御堂寺と称し、宗教法人としての交渉は大御堂寺である。 寺がある三浜町の間は、源の義朝の最後の地であり、境内には義朝の墓がある。大御堂寺演技には、天武天皇の時代に炎狼綱が建立、聖武天皇の時代に行基により中興されたと伝えられる。その後空海が、北半島を訪れた際に仙座の駒を滝庶民の幸福を祈ったと言われる。寺に伝わる室町時代の天文三年の、 最高官人帳に記載された演起によると、常略年間に白川天皇の直眼寺となり、この時、大御道寺と称せられたという。以上の伝承には確証はなく、創建の正確な時期等は未詳である。東鏡文寺2年うるう7月22日上には、吉友の墓に関する次のような記述がある。平安よりは、終わり神として認知にあった時、 野間省にある吉友の墓が、守る人もなく草が生い茂って荒れ果てていたので、衝動を立てた三十町を寄進し、総六名を置いて、供養に当たらせた。吉友の子である頼友はこの功績に応え、安よを淡国を得たもつの安氏に任じたという。同研究元年十月二十五日上には、上落途上の頼友が、この日、野間省にある父、 吉友の墓にも出たことが記されている。荒れ果てた墓を想像していた頼朝は、立派な寺が立ち、供養されていることに感心した。自伝ではこの時に、頼朝が父の母代のためを寄進を行い、伽藍を整備し、自らの森本武である地蔵菩薩像を安置したという。時代が下ると、豊臣秀吉や徳川家康の庇護を受けて、さらに発展、現在に至る。 現在、頼朝が造営させたという大門や、鎌倉幕府五大将軍、藤原頼次の鬼神による盆章などが現存している。盆章には、県庁二年の名があり、国の重要文化財に指定されている。平成二十三年十二月二日に、富山大学の調査により所蔵の雷豪阿弥陀像が、鎌倉時代の会計によって作られた可能性があると、発表された。平時元年、 平治の乱に敗れて、東海道を下ってきた義友は、随行していた、鎌田正明の衆と、長田忠宗のもとに身を寄せるが、忠宗、慶地府氏は平家からの恩賞目当てに、湯殿で入浴中の義友を騙し撃つ。この時、義友は、我に、木立の一本なりともあればと無念を叫んだとされる。野間大坊にある義友の病には、この古事にちなんで、幅約三センチ。 長さ約約40センチの木刀が山のように備えられている。また境内には、吉友の首を洗ったとされる、血の池があり、国に異変があると、池の水が赤く染まるという伝説がある。境内東寄りに大門、その正面に本堂があり、境内西寄りに客殿がある。下四国霊城の札所としては、本堂が大御戸寺、客殿が野間大坊とされている。 境内には、吉友の墓のほか、吉友の家臣、正規吉夫妻の供養塔、寺を整備した、平安りの供養塔があり、豊臣秀吉に敗れて、当時で自害した、織田信孝の墓もある。愛知、大御堂寺の仏像、会計作家、富山大教授が指摘47ニュース、ハット ABC 三浜町の指定文化財、登録文化財、凡章、愛知県、 2013年5月22日閲覧。国指定文化財。愛知県。2013年5月22日閲覧。大見道寺客殿、愛知県。2013年5月22日閲覧。木造阿弥陀如来座像。愛知県。2013年5月22日閲覧。革全省。愛知県。2013年5月22日閲覧。百条、 愛知県、2013年5月22日閲覧。山岳、愛知県、2013年5月22日閲覧。史跡大見堂寺、愛知県、2013年5月22日閲覧。ありがとうございます。